うるま応援団。さあ始まりました、うるま応援団でございます。はい、よろしくお願いします。今日も1時間楽しんでいきたいと思います。はい、この、うるま応援団を担当します私、吉本沖縄芸人の花フラワー良二とキャンマーブイワクラーとワーケさんとガスルジポッポです。はい、お願いします。はい、この4人で楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。間に合いましたね、岩倉さん。はい、すいませんでした。いやいやいや、間に合ったんで大丈夫です。すいません、もう間に合ってはないの。法定速度を守らなかったです。もうこういういいって、そういうのは。すいませんでした。法定速度、ま、守ったんでしょ。守ったって言えよ。すいませんすいませんって言うな。すいませんはもう守ってないです。守ってきました。はい、守ってきたんだよな。はい、もちろんです。うん、はい、ありがとうございます。はい、ですね、もうちゃんとね、ちゃんとカシスオレンジのポッポがね、もうレギュラーとして決定しました。もう本人から毎週来るわっていうお言葉をもうちゃんといただきましたので。いや、遅いわもう。はい、ありがとうございます。ずっと言ってるわ。もうポッポ曰くね、はい、ちょこちょこ来てたらさ、はい、で俺らがさボケでさ、もうレギュラーだなとか準レギュラーだなとか言ってたさ、ボケでですね、はい、ボケで言ってたさ、はい、でポッポが来ない時、はい、なんかその話を したのを聞いたと、はい、この来てない時にツイキャスか俺のインスタライブで聞いてたと、はい、ポッポマジでレギュラーと思ってるらしいぜっていう会話をしてたと、俺らが、はいはい、ショック受けてたって言ってた。ショック受けてたっていうか、そしたらお前らひどいなと思ってショック受けてたらしいから、ネジ陰口言えもうだからもうちゃんとね、もうこれからはちゃんともうポップもうるま応援団、まあ、うるま応援団だからといってね、あのうるま市の人だけを入れるっていうわけではないんでね。はい、そうですね。そうね、最初のくくりがうるま、そうなだけ だけで、どん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 あの仲間を増やしていこうかなと思ってます。まだ増やすの？いずれうるま海賊団にしようかなと思ってるんで。やさ、はい、海賊団って陸にいるのにお前確かに、うるま山賊に、うるま山賊団にしようかな。山でもないだろうるま山賊団に変えると思うんで、はい、よろしくお願いします。最低10人は欲しいかな。多いな、はい、その時全然喋らんぞ。よろしくお願いしますね。お願いします。はい、りょうじさん、中村さん、わうけさん、こんばんはということでね。あ、岩倉さんも来ましたね。マリエさんですね、ありがとうございます。はい、あ、レンゲさん、レンゲさんという方がスタンプをいただきましてありがとうございます。ツイキャスとインスタライブの方でも配信してますので、こちらの方もよろしくお願いします。インスタライブはりょうじのインスタの方でやってますのでね、お願いします。来月も専門学校でライブはありますかとのことでございますね。ん、あれですよね、選ばれた人しか出れなかったやつですか？あ、俺らのライブかな、漫才ね。なんかまあ、選ばれた人だけっていうか、まあね、なんか選ばれた人っていうか、あれマジ少人数のライブだからな。別に、あ、劇団アラマンダとかはいはいはいもありましたし、まあ漫才ライブねもあったもんな。2週に1回やるっていう噂を聞いてるけど、多分あっちを基本あの軸として多分やっていくんじゃない。だから今後なんかいろいろやっていくんじゃない。マジで舞台設営大変だからよ、気ぃつけろよ。そうなんですか。撤収もこれは、うん、芸人さんもみんなで舞台、芸人さんもみんなでじゃない、芸人さんでやる、芸人さんでなんですか。うん、マジ大変だから。あ、なるほど。うん、あ、そうか、今まではこの劇場ちゃん、うん、劇場があってセッティングはもうずっとされてましたね。そうそうそう、うん、でしょ、はい、だから裏方さんの気持ちって、あ、こんな感じなんだってもうちゃんと感じることができる。もうそれもあの公演としてやってみてもいいかもしれない。そうそう何を裏方さんの、そうそうそう、その舞台を設営するっていう芸人がね、その瞬間を公演としてやってもいいかもしれない。お金取るんですか、その見せるために。1200円。だったよ、当日1500円。当日1500円。俺たちのライブより高いですよ。でやっていいかも。あれ、カシスオレンジ出るなら行きますって。じゃあ出ようかな、その設営のやつかな。
設営のやつ設営のやつカシスオレンジ設営ライマストマストカシスアリンクリン初恋さんとかマストかもしれないね。うん、3公演3公演か3公演設営、はい、3公演バラすぼ意外バラしてまた組み直し嫌だなお前組み直しわりかし芸歴積んだ人が、うん、設営してバラすのなんかそうそうそう、ね、3公演目はあのバラしバラしの瞬間バラしの瞬間バラしの瞬間1、2公演は作る帰り遅くなるよお客さんももうぜひね興味があればアスカちゃんご無沙汰してますお久しぶりですあどうもどうもどうもお久しぶりですアスカちゃんいつもね聞いてくださってたねオーシャン応援団の時にはいどうもどうもありがとうございます、インスタライブの方でですね、どうもこんばんは皆さん、グレキンさんが、はい、今にじゅうがインスタライブしてるんでそこ見ようかなと思ったけど、キャッチーじゃない方が出てるから一旦キープしておきますってやばいほとんど悪口やしキャッチーじゃない方出てるな NiziU の話もどうでもいいし NiziU うわ NiziU インスタライブしてんだやば何も影響ないだろうわ NiziU インスタライブか俺でも絶対 NiziU は見るよ見たいな流したいな流すかお前 NiziU インスタライブうわ見たいな事務所対決になるからお前後からお前ちょ、俺 NiziU 好きなのよ NiziU はでも俺聞いたことないね曲ええあ、そのあれカラオケで歌っても聞いたことあるけど誰かがうんなんか聞いたことない YouTube でどこでも流れてんじゃん NiziU は自分から聞いたことないことですねそう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 ああそういうことねお店で流れててもこれ NiziU だとか分からんええー、嘘分からん今度聞かすわいいよ俺も中村さんと一緒で好きじゃないですね好きじゃないって言ってないちょっと待ってよちょっと待ってよいや好きじゃないってえ中村さんは好きじゃない嫌いって言ってないって中村さんは好きじゃないんだ違う好きじゃないとかじゃないえ嘘でしょ違う違うその帽子 NiziU の B でしょこれ違うどこに B が入ってるの NiziU の NiziU の B ここも入ってないだろお前ジブラの娘いるからジブラの B でしょいやややこしいなジブラの B だいやマジで聞かんな NiziU 嫌いとかではないよあそうなんですそうそうそうなんか嫌いとかじゃ今岩倉だけが嫌いってことかそう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 、うん、そういうことでね一応 NiziU の関係者が見てるから一応 NiziU の関係者が見てるNiziU の遠い NiziU のインスタ見るよ NiziU 遠い関係者が一応見てくれてるから遠いだろそうよな NiziU のライブ見ろよってなりますけど関係者こっち見ないで遠い関係者見てますからねあ私も NiziU のライあほらインスタライブ見てましたって、うん、みーひちゃんいましたよってうわいいね誰みーひちゃんね誰だろそいつみーひちゃんはもうね天性のアイドルもう天性もうさオーディションの時からあの、うん、この子はもうアイドルに向いてるなって言われてた、うん、ミーヒちゃんね、うん、その子もいましたよって全然知らんうわ嫌いわかりますなんか俺も嫌い嫌いって言ってんばよ仲間みたいにすんなミーヒちゃんは好きでしょ嫌いって言ってんばよミーヒちゃんは好きでしょじゃあ分からんても顔え俺誰かが知らんやつが誰々ですよ T シャツの M はミーヒの M でしょこれ入ってないってばM×M×M お前もうミーヒミーヒミーヒやしょなんかミーヒミーヒミーヒ MMM はお前どんどん NiziU のインスタ行くよみんな気になってミーヒちゃんは誰なんだっていう感じで全然知らんほら嫌いじゃない NiziU 20名いるかお前その NiziU じゃないわ違うよ NiziU は多分 Niji プロジェクトの Niji じゃない Niji レインボーじゃないあ、なるほどね虹プロジェクト確定演出ってことですよね違う違う違う何でギャンブルにすんのレインボーレインボー確定ではないレインボー保留とかじゃないの違うよレインボーは確定です確定じゃないキュインキュインキュインってならないの別に NiziU NiziU の音源でキュインキュインって聞いたことないのあ、そうなんですか、うん、ない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 次の曲キュインじゃないわキュインじゃないよお前キュイン大当たりだ大当たりっすね大当たりJY パークさんが多分あの本当にギャンブルにハマったら吸引はあるかもしれないないっすよ韓流みたいな感じまあちょっと韓流 K-POP みたいな感じだけど JO1 みたいな J… ああそんな感じだねうんみたいな感じ本当にでも可愛らしいのよ
20のくだり長いなって思う。小学校の頃からミーヒちゃん可愛かった。20のくだり長いって言う。いいよね。20のくだり長いって。いや、今日ずっと20のくだりで。どっちが好きなんですか、チャイルドプレイと20。比べるもん違うだろ、お前。チャイルドプレイ好きなの。全部見られてるんでしょ。チャイルドプレイは一応歴で言ったらチャイルドプレイの方が長いですからね。長い。チャイルドプレイの方が一応先輩。先輩ですよね。先輩、20の先輩ではあるけど。先輩とかじゃないだろ、もう。最近ね、あれよね、アマゾンだっけ、あの、はい、チャイルドプレイのドラマ始まるよね。いや、わかんないです。そうなんですあれのドラマプライムだっけ。うん、アマゾン、そう、始まる。死に詳しいでしょ、もう。ちょっとそれもちゃんとチェックしていこうかなと思ってあれのドラマ、チャイルドプレイのドラマがね、一話でお腹いっぱいじゃないですか、ね、いや、お腹いっぱいなるか、お前あれどんなーーあれ、冷やしそうめんぐらい一生いけるよマジでさらっといけません。さらっといける、マジで。見てないでしょ、重たいでしょどんな物語だも全然知らんけど。チャイルドプレイ、うん、嫌いですからね、中村さん。チャイルドプレイ嫌いって言ってないと見てないだけよ、ある男、本当に最強の凶悪犯の男性が亡くなって、その魂がチャッキーの人形に乗り移って、うん、もう大量生産されるもう大人気のチャイルドプレイ、チャッキーの人形なんだけど、うん、その一匹にその魂が宿ってしまって、うん、その一匹がもう相当やばい殺人犯。そう、人形だけどめちゃくちゃ強いの。めっちゃ強いですよね。めちゃくちゃ強い。急にいなくなったりするんだよ。スッて。ホラー系？ホラー。いや、ホラーですよ。ホラー。物差しあるじゃないですか。別に尖ってるじゃない、普通の物差し、うん、で人刺します。怖っ。そう、物差しよ。力も強いから。めっちゃ力強い。力強い。マジで、まあ、見る気にはならんけど。なんでよてか、魂だから、うん、チャッキー自体にダメージ与えても、ちょっと一応大丈夫なのよ。そうなんですよ。そう、だからある程度の攻撃には耐えれる。あ、うん、そうそうそう。で、上から降ってきたりする。わーって言って。なんか弱そうに見えますけどね。そう、なんか強いみたいですね。そうそう、表情とかさ、なんか行動は本当弱そうなんだけど、やっぱ強い。どんなして倒すの？あー、これはね、まだ倒されてないから分かんない。生き返ってくる。倒されても倒されてもまた次のシーズンで生きて帰ってくるのよ。あー、そう、で、奥さんもいるのよ。あー、そう、チャッキーの奥さん。結婚します。結婚してる。チャッキー結婚してる。そうそう、で、奥さんも相当やばい凶悪犯で、共にこうたなんか立ち向かっていく人間に。で、なんなら子供もいるのよ、チャッキーの子供。チャッキーと同じで子供。ゾンビみたいな、本当にげっそりした目も本当にくぼんでるゾンビみたいな。逆に見たくなってきますね。でしょそう、チャッキーやっぱマジ見てほしいわ。チャッキーわからない人いるのかな。チャッキー、小さい頃チャッキーめちゃくちゃ怖かった。ほら、そうなんだ。知ってはいるけど、そのどんな内容っていうのは覚えてないな。ああ、そう、うん、見たことあると思うよ、なんかのその、金曜ロードショーとかそういう感じで。金曜ロードショーでチャッキーやるのそういうテレビとかでね。ああ、まあね、見たことあると思うけど、内容は。ああ、じゃあこれを機にね、今日の大喜利も全部チャッキーと二次優関連だからコラボですか。こんなチャッキーは嫌だ、どんな二次優。今でも嫌だ。なんて何言いました。こんなチャッキーは嫌だ、どんな二次優いやこんなチャッキーは嫌だどんな二次優。デージハードじゃないですか。二次優にチャッキーが入りました、どの立ち位置とか。あ、それは分かりますけど。なんかそのさっきの何ですか。こんなチャッキーは嫌だ、どんな二次優。意味が分かんない翻訳ミスでしょ、来たの。はい、二次優のくだり長いな、すいません。つまりロリコンなの。ロリコンとかではないですよ、別に。好きだったらロリコンになる。そうよ、本当に。めちゃくちゃ偏見やさ。頑張ってる人たちが好きなの。頑張ってる人たちが。年下だからロリコンとか好き。いや違う、本当にあれあの人で、風鈴とかいたさ、パプリカ歌ってる子供たちとか。ああ。本当に風鈴も大好きだった。はいはい、ああ、なるほどね。そうそうそう、本当に頑張って。普通な意味でってことですね。普通、いや、まあまあ、そうそう、普通ね、応援したい気持ちでね。語弊がないように、普通な意味で大好きところですね。まあそうね、それ言ったら余計なの。パプリカが好きだから。パプリカが好きで、どっちかというとあんま好きじゃない、パプリカ
はい、聞いたことないな。克服も込めてですよね。克服も込めて初めて子供、子供一生懸命歌ってるのかわいそうだもん。見たことない人がやっぱ多いんだ。チャッキー、うわマジ。ユニバにもありますよね、チャッキー。わかります。そうなの。チャッキーあるんですよ、ユニバに。ちゃんと、うん、ちゃんとちっちゃい、うん、これなんかあのこれくらいの40センチぐらいのチャッキーが、うん、お弁当バッグにて言いそうだったお前な今の。これ言いかけてました。やがてね、気になったけど、やがてね、これくらいのって言おうとしたでしょ。何、4センチ？ちっちゃい、ちっちゃい。レゴブロックじゃん。40センチぐらいです。あ、40センチぐらい、はい、あ、もうちゃんとチャッキーぐらいだね、じゃあね。ぐらいのが、ね、ちゃんと動いて追っかけてくるんですよ。え、嘘。はい。これはでもちょっと行きたいな。最後このいろんなグループと一緒にあの中入らされるんですけど、うん、最後なんかそのチャッキーがカードに追い込んでくるんですけど女子とモミクチャになって、うん、結構いい感じですね。入れ替わるんだ、はい、入れ替わらないですモミクチャになって。入れ替わらないです。あれってなってんの。でゴールパッて出たらなんで入れ替わってるんですか。ゴールパッて出たらチャッキーの顔は虹、あ、なんだった、君の縄に変わってるってこと。どっちですか、虹言うって言う。虹の縄、虹の縄になってる。虹の縄って何だ。虹の縄になってるでしょ。レインボーの虹言うもね、確定出です。虹言うもフォーメーションでぶつかり合ったらみんな入れ替わってこう戻ってくるみたいだけど。そうなんですか。何の話じゃん、また長いって言われる。お前だからよ。奥さんと子供の存在知らなかった。あ、チャッキー見たことあるけど奥さんと子供は知らなかった。もうぜひぜひ、はい、見てください、お願いします。誰世代だもん、チャッキー。全世代よ、チャッキーよ。全然わからん、チャッキー。今もだって、同期誰だもん。同期、チャッキーの。グレムリンです。グレムリン、まだグレムリン。グレムリンだ、グレムリン。グレムリンかもな。水で増えるやつですね。そう、それだったらわかるけど、ボコボコしてな。ボコボコしててな、あれいいよな。いいっすね、グレムリンも大好き。はい、もうこれぐらいにしておきましょう。阪神のマスコットですかっていうコメント来てますね、グレキンさんから。トラッキーじゃないよ。よかった、知ってる人がいた。知ってる人いてよかった。トラッキーか。どこから来たの、阪神の。トラッキー、チャッキーです。あの、トラッキーじゃないよ、チャッキーですから。はい、グレムリン最近見ました、面白かったです、ありがとうございます。あー、栄一郎から、爆祭世代です。爆祭？夏。な、爆祭って。沖縄爆祭っていう沖縄だけのなんか掲示板みたいな。ああ、琉球掲示板みたいな感じだな。なるほどね。爆祭って CKR みたいなのもあったよね。中京連。ありますあります。ね、マジですか。なんかいろんな種類あったよね。はい、あれね。なんかプリクラとか貼るんでしょ。貼られるんでしょ。あれ。貼られるんだと思います。貼られるんだよな。貼られる。なんか俺に、そう、俺に惚れたら連絡してこいっつってなんかコメントとかつけて。おお、昔っぽいな。なんかそうそうそう、なんかみんなやってましたね、あのグループとかでもブログみたいな。あ、やってたな。やってたやってたやってた、うん、デコログとか、ね、なんかやってましたね、そういえば。やってたやってた、一回も触らなかったけどやってた。テップスとかでしょ、魔法のアイ、テップスみたいな。テップスのデコログですよ。そう、デコログな、デコログ、デコログ死にやってたな。ちょっキラッキラしてたよ、俺のデコログ。めちゃくちゃキラッキラしてた。ツイッターみたいなもんでしょ、もうみたいな感じが、自分のなんか気持ちをつ、ね、ブログとして書くみたいな、うん、今ブログってもあるもんな、まだな、書いてたの。なんかさ、タイトルとか決めれるんだよな、デコログ、うん、に日記書けるんだよ ね曲の歌詞の一部とか書いてたの、タイトル。うわ、いた。みたいな。でもさ、あの時さ、やってる人たちって全員多分痛いと思うのよ、デコログとかブログとか、まあ、やってた。今俺が痛いって言われたから多分隠すと思うけど、俺はやってたよ。やってたんかい。やってたけど、歌詞書くやつはやらんな。どんなの書いてた、デコログとか。あ、普通にだから野球部とご飯食べに行ってきたとか、その今ツイッター見たらもう、もう書いてないって一緒よ、それ。投稿してないよ。お前もお前の気持ちじゃないやつね。投稿してない。本人から聞きたいわ。投稿してないよ。ただお前も書いてないのと一緒やから。自分の気持ち書け。歌詞な、うん、じゃあ歌詞はタイトルで、あ、その後にちゃんと今日の出来事みたいな長々と書いてて。学校でこんなのあった。歌詞はタイトルなんだ。歌詞はタイトルにしてた。
歌詞長くないか。なんかむずくないですか。一部よ、一部、一部。あ、一応これに関係する内容なんです。全然関係ない。関係ない。全く関係ない。なんか 毎日ぐらい投稿してたから、もう毎日ちょっとずつこう歌詞が完成するみたいな。あ、じゃあオリオリオリオンの時がある。いや、オリオリオリオンは書いたことない。イエ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 イになる。次書けよもう全部。いやオリオリオリオンとイエ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 イは多分別でしょ。やってただろ、岩倉とかワウケも。いや、やってたんすけど。ほらほら、多分あいつ痛い、あいつ痛い、あいつは痛い。歌詞の一部やったことないっす。歌詞の一部はマジあるあるよ。デコログのタイトル全然ないな、デコログ、まあ、やってたけど、そこまでその、うん、そのね、ツイッターも今あるけど、そんなにやってないし、だからデコログもみんながやってたからやってるみたいな感じだった、うん、あ、そう、うん、鍵かけるとこもあったでしょ。ありましたね、鍵かけて。あったあった。あれに鍵あるんすか。ある。うん、鍵かけて見れないんだよな。そう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 、そう、あったな。歌詞のタイトルだけ見える感じな。いいよ、歌詞のタイトルはいいよ。オリオリオリオンだけ見えてる。みんな気になるけど内容は見れない。気になるっすね、内容。高校の時野球部でデコログしてたから甲子園に行けませんでしたって。練習不足だ。近所後期ですね。違う部活に変えた方がいいよ。マジでよ。あ、例えばどんなタイトル。あ、クレバとかが好きだったから、まあ今年の夏はなみたいな感じだったね。シルクライムじゃない。じゃあ今年の夏はじゃない。違う違う、今年も何かしたくてみたいな感じだった。そんなのをパッて書いてた。ヒルクライムとダメなんですよね。何が。いや、全然全然だよ。あ、そう、クレバでしょ。はい。お前か、いつも世の中に変な噂流してる。こいつだよ、こいつだよ。二重嫌いな人いるとか、なんか変な流してる、こいつは。あ、やっぱヒルクライムって天地からコメント来ました。栄一郎から。はい、そんな感じですね。多分皆さんもね、痛い過去は多分いっぱいあると思います。まあ、あるんじゃない。絶対ある。絶対ありますよ。絶対ある。あるよ、誰だってあるよ。こんな過去忘れたりとか。な、どんな過去。どんな過去。デコログ。あー、デコログ一本。一本じゃないの。若いやつは分からんから。デコログ世代だな、うん、な、第三世界とか分かんないんでしょ。何第三世界って。違法、違法音楽ダウンロードサイトみたいな。そんなのもう捕まったんじゃん。なんか漫画村みたいな。あ、音楽の漫画村みたいな。MP3 っすよね。夏 MP3。声でかくなってしまったぜ。おい、カウントダウンかな思うぐらいでかかった。お前携帯は何に使ってたの。でももう自分なんか中学校後半からスマホがあったんですよ。そうそう、うん、ウィーンとか知らないんだ。ウィーン。あ、ウィーン。ウィンチケですか。違う。ケリー。ウィーンってやったわ。 WIN ウィーンっていうのがあってサイトです。違う違う違う、英雄の。ああ、ありました、赤いやつ。赤いね、まるまるの。いろんな種類がある。まるまるの。じゃあいろんな種類があるの。まるまるの。なんだまるまるの。穴埋めなの。角角がまるまるの。なんだ角角がまるまるの。角角近々みたいな感じ。見たことない携帯。なんだ穴埋め携帯。種類じゃないべ。俺が見たのがまるまるだったんですか。そうそう、まるまるのもあるよ。角がまるまるのってなんなの。ウィーンとか。海で流されてきたんか。でもスライドとか流行ってましたよ。スライドショットね。スライド、スライドあんな流行ってたな。俺スライドだったもん。俺もスライドだった。ボタンがもう画面全部真っ黒みたいなやつ、わかる。あ、へえ、まるまるのやつですか。まるまるのやつは、うん、俺のカクカクだった。あ、カクカクの、カクカクの、うん、カクカクだったな。どっちでもいい話すまんやさ。カクカクとまるまるだな。多分あの当時出てた携帯で一番カクカクだったんじゃない。俺ベトベトはしてました。誰が持つわそんなベトベトの携帯。ベトベトしてたかな。そうですね。プランなんだ俺。ベトベトってつけるの。気にならんでしょもうプランまで。追加プランかな、ベトベトは。どんななんだろうな。リスモとかで聞いてました。夏。リスモ。リスモな。音楽なんかわかります。自分がどんだけ聞いてるか見れるのわかります。うん、え、そうなの。あ、わかる。わかります。残んなかった。最初に携帯に入れた曲なんか覚えてる。あれです。AK です。AK？、はい、あー、あー、そっか。フェンダーラビューソーですね。あーってぬぬぬってぬぬぬてるるるね。そうです。あ
ピアノのね。あればっか聞いてましたね。あれいいよな。スマホもじゃ、スマホ。いや、あれはもうリスモですね。ガラケーです。何入れたかな、最初に曲、俺。何入れたかな。俺は、フレーバーだったかな。なったかな。英雄の CM に流れてたから、うん、あの待って、綾香。いや、違う。綾香じゃない。ゆいじゃない。え、ゆいか綾川じゃないの、うん、友達かよ、お前ゆいか綾川じゃないの、違うよ、お前誰でも知らんと思うよこ、え知らんことのことのって、お前同期生だろ、お前テルマテルマじゃないミラノかなはミラノお前、なんと友達の近所ミラノか友近友達の曲友近ですか友近って、先輩やさに友近さん友近さんの曲、まだ出してないんだ、その曲水谷千恵子さん違うもん、お前最近だろ何え誰俺たちが知らない バンドだもんバンド、うん、バンドって言っても多分知ってるよないやでも知らんとそんな言ったと有名だけど、うん、でもまあ海外ですよね海外じゃない日本ニッケルバックですかあめっちゃいいニッケルバックな違うって言ったやつねはいはいはい、あ話ニッケルバックあバンドじゃないいい声してるよねデフテックだバンドじゃないさなお前俺誰誰オレンジレンジだって言おうとしたけどバンドやしいいんですよバンドでいいんですよでもいいやもう虹湯虹湯違うわモンパチモンパチじゃない英雄で歌ってたからえ 175R 175R かイナゴライダーなうんイナゴライダーでもイナゴライダーは多分ボーダフォンだからボーダフォンソフトバンクの懐かしいあーボーダフォンか予想外ですねそうだったと思うアジカンでも アジカンあーアジフライな感じね違うわお前お前今のバンド名やさねお前今のバンド世界の終わりみたいなお前アジフライな感じアジフライの感じって絶対コミックバンドだそんなアジアンカフジェネレーション当てんなお前お前がお前がお前が当てんなソラニンですソラソラニンではないなリライトあリライトです、うん、あ CM やってましたねリライトアニメみたいなやつですかあリライトするやつね、うん、リライトするやつ無理ありますリライトするやつでしょそのままやしリライトしてみたいな感じでしょそうそうそうリライトしてーって歌詞になってればリライトしてーっていうやつ歌詞にあるリライトしてとブログのタイトルじゃないよエイチローがですねバンドだったらエイジ一択です誰なのエイジってエイジだね誰エイジって分からんな牛川のエイジですかユージーのお兄ちゃんのなんでユージーのお兄ちゃんのエイジーななんで一人だろですね皆さん最近どんな音楽聴いてますかっていうコメントですねあーでもバンド昔聴いてたけど、うん、そうね本当に最近ネーネーズにハマってしまってああいいよな黄金の花、うん、あの歌聴いてちょっと泣いてしまってさ記憶なけやしまい毎週泣いてるよそうね先週もなそんな話したら気づいたら泣いててセミですねもう時期的にセミぐらいなんで冬場泣かんのセミぐらい泣いてたなマジでなびっくりしたのわざと泣きに行ってるだろお前いや本当にね黄金の花もう泣きに行ってない気づいたら泣いてたツーとかじゃないよなんかデイジ泣いてたねえねえそれ曲聞いてなんだろうななんだろうなでも俺最近クラシック系聞くようになったのえクラシックうん大人レイ・チャールズとか渋っレイ・チャールズ、うん、すごいなピアニストの曲とかああ有名だよなレイ・チャールズななんなんそんな聞くきっかけとかあんまなくないレイ・チャールズとかなんか聞いた時に一回名前知ってんなと思って聞いた時にうわと思ってピアノってこんなにいいんだと思ってバンドの曲しか聞いたことなかったああなるほどね静かな曲聞いたらそういうことかそうそうそうワオケはでもなんだろうなオールジャンルだよなお前のドンキの歌だろお前なんてドンキの歌ドンドンドンいやジャングルだジャングルだの部分ジャングルだだけ歌ってるジャングルだお前だろお前が歌ってるだろ俺が歌ってないさな何聞くわバオケ
最近は、うん、わらびがみです。わら、お前デーネーズから、お前だからよ、お前こちゃみさこ、俺のレイチャールズ挟むなよ民謡でレイチャールズ挟むなよ、お前サンドイッチする。レイチャールズも民謡になったらどうするだからよ、オセロじゃないんだから、うん、ひっくり返らないんだよ、別に。レイチャールズ、レイチャールズ民謡バージョンだったらどうするレイチャールズが三振持たんだろ。でもネーネーズのさ、うん、ボブマーリーのカバーいいよな。え、ネーネーズのボブマーリー、モアクライ、あーあー、あれいいね、うん、沖縄のラッパチョージさんとも歌ってるもんね。そう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 、あー、あれいいよな。モアクラは自分ですか、うん、自分あのヒルクライムの純也とマナミしか聞かないですね、最近はお前もうボケのまあいい曲だけどそう、いい曲だけど大好きですね、ジュンヤとマナミ。まあワードで勝負しに行って、だからよワードで勝負してる。俺もレイチャールズワードで勝負しに行ってそうそうそう、レイチャールズのワード面白いなって言ってないけどお前ジュンヤとマナミは絶対ワードで勝負しに行っておー、すごい、何おーすごい、ブースにね、はい、ちょっと新しい機能が生まれまして、うん、もう曲をここで自分、俺がもういろいろ選択できる。もう DJ ワウケにお願いしなくても不要になったんですか。もう DJ ワウケはいりません。強がってますよなんか強がってました、こいつ。強がってるってなんだ、なんか強がってんな。なんか仕事なくなったのに、私はもう全然なんか別に食らってませんよ、ね、痛くないですよ、みたいな。泣くなよ、一人で。お前だからよ、お前ねえねえず聞くなよ、絶対。いや、ねえねえず泣かないよ、絶対泣かないよってもうおかしいよ、もう泣かないよは泣けよ、泣かないよってなんだ。泣きなさいでよ、お前お前いじるな、お前、はい、泣きなさいじゃねえよ、お前さあ、ということでちょっと一旦曲いきましょう。はい、それでは、お聴きください。ねえねえずで黄金の花。
そうなりますね。はい、ということで、お聴きいただいた曲はネーネーズでクガニの花でした。ありがとうございました。いや、いいね、いいですね。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとのコーナーいきますか。はいはい、それではいきましょう、コーナー。はい、だから大喜利きたさあ、ということで、考えてなかったな。いや、考えて、考えてます、考えた、考えてます。あ、マリエさんが、ノーブレーキがライブするんで、ではまたっていうコメントが来ましたね。ああ、ありがとうございました、ノーブレーキさんライブに、もう絶対そちらお願いします。はい、はい、ポッポゆるやしっていうコメントも来てますね。アリンクインリュータです。何言うても。さあ、ということで、ちょっとじゃあこの後半はね、みんなで大喜利をやって、我々の大喜利、壊滅的に弱い大喜利力をね、みんなで一緒に高め合っていきましょう。はいはい、ポップはまあ別よ。いや違うよ、ポップはもう別よ。そうですね、一緒にしろよ先生。今なんか俺は違うけどって感じもあったんで、なんかちょっと出てたよな今な。だから、いや違うわ、だからあの誤解を生まないでほしい。ポップは別。いや違う、一緒にしてやりづらくなる。一緒にする、うん。さあ、ということで、じゃあ4人でね、はい、大喜利力を高めていきましょう。はいはい、さあ、お題マスターの DJ ワオケがね、たくさんのお題を持ってますからね、その中からちょっとよりすぐりのお題を出していただいて。はいはい、お題がですね、はい、転生した途端に積んだ何があった。あー、ちょっとむずいな、むずいなわがままやさに。じゃあ転生とか積んだとかさ、そう分からない人いるじゃん。文字で見ないと分からんもんな。そう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 、なんどこの転生なのかなと。そう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 大説教やな。むずいんだよな、いつもむずいんだよ、ワウケのな。じゃあ俺らが悪いねワウケが悪いんですよお前急に喋ったと思ったら、はい、もう何も言わん、もう受け入れる、もう受け入れる。授業参観で爪痕を残してください、うん、どっち側、どっち側だろう。これはもうあれじゃない、だから確かにそうですね、フリーですね、うん、いいなそれ。 なんだっけ、授業参観で爪痕を残してください。あ、なるほどね。はい、授業参観で爪痕を、はい、残してください。はいはい、あ、早いね、もうできた。はいはい、それでは行きましょう。授業参観で爪痕を残してください。もう算数あんませか、釣り行こうぜみんなで、親もな先生も。長いな、長いな。フリップだったら文字溢れてるよ。後付けがすごいな後付け感じてました、後付けがすごいよ、うん、まあ、釣りとか行ってね、ちょっとやんちゃな感じを出すと。そうですね、ああいいね。授業参観で爪痕を残してくださいうん、はいはい、じゃあ大喜利マスター、お題お願いします。はい、授業参観で爪痕を残してください。音楽の授業の時に、はい、演習率で歌を歌う数字で数字で数字でリズムに合わせるけど、リズムに合わせるけど演習率で歌ってる。あー、なるほどね。解説しないとダメだな怒りづらいですね、それが爪痕残してる。はい、いきますか。うん、オッケーです。授業参観で爪痕を残してください。音楽の授業でエミネムを歌う音楽の授業でエミネムを歌う続くない、音楽の授業1時間あるから音楽の授業小学校の授業で1時間だ、40分か、45分とかじゃない、45分ありますか。じゃあどうしようかな。授業参観で、あ、やる、はい、はい、行きましょう。授業参観で爪痕を残してください。親御さんが集まるまでに5分かかりましたあ、先生側だ、先生側だ、うわあ、なるほどね。食ってきた食ってきてないですでもこの演技もな、うん、昨日練習してきた、やっ鏡の前でやってきた、ね、やってない、やってない。ちょっとなんか入ってたよな入ってました、ね、演技入ってたな。言い方やっぱあるじゃないですか。あー、教えられることあるなやっぱな、
授業参観で爪痕を残してください。はいはいはい、はい、授業参観で爪痕を残してください。親ね授業参観の時に長いつばのハットをジュジュみたいにかぶってくる斜めにこうジュジュかぶりしてくるそんなシーンってなる答えじゃないよしつこいからやって。ジュジュかぶりしてくるは、いや、わかりやすい、なんか想像つきます。いいんじゃん、斜めの感じな。ジュジュかぶり、ジュジュかぶりしてくる。はいはい、はい、授業参観で爪痕を残してください。親目線、これも親目線なんですけど、すごいわあの子、つむじ風に動じないで授業ちゃんと聞いてるビシッて前にみんなグラウンド見に行くのに逆にね、はい、はい、はい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 、はい、授業参観で爪痕を残してください。校庭に入ってきた犬と一緒に走ってる。ああやんちゃで親ね、あ親親ね親親目線親、じゃあ親目線、親目線で、はい、授業参観で爪痕を残してください。校長の車の前に車止める。めちゃくちゃ残しに来てんな爪痕。爪痕残してますね。メリットが分からないですね。なあマジで分からん。ビタ付けな感じがすごい思いつきました。コメントで来てますね。授業参観で爪痕を残してください。先生にお母さんって言う。あ、いいね、これもいいに行くんだな、うん、あ、いいに行くんだ。あれって間違えて言うもんだからな。そんなガチガチなことでやめない。別にいいやさね、お前。いいに行くっていうのはなかなか珍しいよね、うん、はい、うん、はい、誰、あ、俺です。誰そんな似てました、誰かに。じゃあ、俺かなと思って。大喜利マスター。大喜利マスター、はい、授業参観で爪痕を残してください。親のクロームハーツつけてくる。確か残るだろうな。残るな。やっぱ合わないんで。そうな、見え張ってるもんな。子供には重いし。はいはい、はい、授業参観で爪痕を残してください。俺デージ給食食うぜっつってボブサップぐらいご飯盛る。なんで給食の時間親見てるの。授業参観ないだろ。給食の時間も見守る親。なんで帰るなこと。全然違う。全然違うよお前。授業参観、はいはいはい、授業参観で爪痕を残してください。自ら廊下に立ちに行く。何もしてない、何もしてないのに。うわすごいなそれはな。もう次のステージ行ったら伸びたみたいな感じだね。帰ろうだ。あ、まあ、最後いいですか。いいよ。はい、じゃあ大喜利マスター。はい、授業参観で爪痕を残してください。次プールの授業なのに全然はしゃがない。もう次の授業も国語のような感じ。ああ。そんな、なんだろう。もう一回言って。プールの授業でも、もう一回はしゃがない。本人国語のように。国語のように。なんかお前、俳句みたいな。次。プールの授業でもはしゃがない。国語のように。なんか一応、お前終わってぐちぐちなんか言ってんな、ずっとな。同じぐらい言ってますよ、おじさん。デージ厳しいじゃないですか。ぐちぐち言ってんな、お前。厳しい。お前。ですね、コメントでも来てますね。授業参観で爪痕を残してください。手を挙げて前に出て黒板を全力で引っかく。プレイングサポーターさんからですね、これは。プレイングサポーターさん、プレイングサポーターさん、いや素晴らしいね。本当に爪痕ってことですよね。ああ、うん、うまいな。うまいことやってんな、プレイサポーさん。そしてですね、授業参観で爪痕残してください。自分の子のクラスが分からず、知り合い知らない子のクラスでしっかり見届けてくる。あー、親目線ね。知らない子のところでね。いい、なんか可愛いな。な、さあ次行きましょう。まだこのお題でいく。ちょっと良さそうなお題が今なくて。
多分この知らないこのクラス見届けてる親は多分呪々かぶりしてるでしょうね。あっ、ね、あ、はい、お題わた待ってよ、ラストね。あ、OK です。爪痕残してください。私のパパ教育委員会の会長だけど、それでも私を当てる気？ああ、なるほどね。いいな。いいですよね。この人いい、すごいよな、やっぱな。かおりさん、かおりさんか。ああ、すごいね。はいはい、次のお題が5文字で暴れてください。ああ、こういうのいいよね。面白いな。5文字で暴れてください。うん、5文字で暴れ、皆さんもね、ぜひコメントで暴れてくださいね。お答えください。暴れてください。5文字で暴れてください、はい、5文字で暴れてください。はい、はい、5文字で暴れてください。ボブサップ。あー、いいね。めっちゃいいじゃないですか。なんか五七五言いたくなる言い方だった今な。ボブサップブレーキしてる。ボブサップ、5文字で暴れてとかなんか言いそうだったな。そもそも前でしょ。答えてれば一人に別に五七五はいらん。あ、コウタ君もさっきのお題ですね、はい、爪痕残してください。ずっと Y 字バランスをしとく。爪痕の方ですか。何の授業だろう。誰がよ。面白いな。なずっと Y 字バランスをしとくっていうのは。どんどん何の授業か、誰がやってることだよ。どんどん面白いな。ずっと Y 字バランス。先生かもしれんし、お前。全員かもしれんし。全員かもしれんし。何の授業か分からん。ああ。5文字もいっぱい来てますね。わ、5文字めっちゃいっぱい来るな。あ、マジっすか。じゃあやりやすいんすかね、うん、5文字で。5文字で暴れてください。もうバーっといきましょう。エスカルゴ。あー、暴れてる。暴れてますバタフライ。あー、暴れてますね。マンドリル。コウタ君もう動物の名前ですよね。コウタ君マンドリル。いいですか、じゃあ自分。はい、行きましょう。5文字で暴れてください。パンツ狩り。暴れてんな。暴れてるな。エアフォース狩りみたいな感じでしょ。ズボンも行った後ですからね、絶対パンツ狩り。そうね、ズボン班とパンツ班いるかもしれないしな。徹底的に。何だその班。ズボン班でもいいやし。ズボン班が行った後にパンツ行くか。二つに分かれねえよな。組織的を含めるじゃん。やられた側やつ、お前ガード緩すぎだもん。あのちょっとプロレス入ってますから。確かに確かにな。ガードが緩すぎますね。5文字で暴れてください。5文字で暴れてください。5文字で暴れてください。5文字ででしょ。5文字短いな。はい、はい、あ、やっぱやめときます。すいません、間違えました。行こう、行きましょう。はいはい、5文字で暴れてください。ノーブレーキ。おお、なんかうまいな。うまいな、さっきも出たしや。そうなんですよ。はい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 、5文字で暴れてください。チャッキー。じゃあ暴れすぎだろもう。いや、チャッキー一番暴れてます。暴れてるでしょ、チャッキーは。あー、チャッキーだよ。チャッキーですね。5文字、これむずいな。5文字だからかな、はい、これ絶対来ました。お、来た。はい、はい、5文字で暴れてください。総長。ああ、いい、総長。これうまいってなるな。な、暴れてるやつだもんな、これな。もうな。だからちょっと造語とかで変えます、ちょっと足。ああ、なるほどね、はい、あ、俺も来た、5文字。はい、5文字で暴れてください。踊り食い。あー、暴れてるな。食われてる方が暴れてます。そう踊り食いね。とりあえず5文字言っていい？いや、もうとりあえず5文字言ってくださいじゃない。ちょっと聞きたいな。いいよ、じゃあとりあえず行こう、はい、じゃあ5文字で暴れてください。全部寿司。
大暴れだなこいつな。大暴れなんすか。全部寿司多分何も聞かないんじゃない周りの注文のポテトフライとか言ってんのあーオッケーって言って全部寿司頼むんじゃない。そうそうそう暴れてんな。タナチューさんからも来てますね。5文字で暴れてください。キョンシー、あー暴れるなキョンシーな。お札貼るまで暴れてるもんね、うん、キョンシーはな。5文字いいですか。いいね、いいよ、はい、うん、5文字で暴れてください。フルパワーここに来ての答えじゃないやん、ね、お前よお前よ、よく我慢したな、この答え。逆に面白いな。寝かせたな。寝かせて寝かせてのフルパワーなんだ。全然パワーなかったな、もう。フルパワー。演奏してるね。演奏。1個いっとこうと思っても。とりあえず1個いっとこう、フルパワー。1問1個いっとこうと思って。へー。5文字で暴れさせてください。更年期。ああ、いいね、更年期ね。もう一つありますね。大騒ぎ。大騒ぎ。あ、大騒ぎですね。大騒ぎね。あ、暴れてるな。はい。はい。はい。5文字で暴れさせてください。祭り跡。おぉ、もう静かじゃん。ちょっと、そうですね。祭り前。祭り前も静かじゃん。祭り中だ。祭り中。祭り中だ。祭り中は6文字。夏祭り。祭り時。それは何？祭り時。祭り時って何だ。風景ですよ、祭り時。じゃあ稼ぎ時で。ああ、忙しいからな。夏祭りは。夏祭り暴れてるな、うん、じゃあホワイトベリー。ホワイトベリー、そうそう、ホワイトベリーの夏祭り。定時発生してる。そう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 。太鼓の達人。そう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 。ざけんなよ、ざけんなよは。キッズ王は。キッズ王。あ、5文字だろ。キッズ王。5つ語。5文字だから5人いる。5人いるからね。5文字言うだけのことじゃないですよ。戻して、ドラマ関連やめます。昼ドラ。昼ドラとかじゃないですよ。昼ドラ4文字。昼顔。昼顔4文字だし。昼顔丸。あ、いいな。いいな。ドンキコング7文字。ねえねえず。もう暴れてないんですよ。ネーネーズはおしとやかだばよ、お前。ニーニーズは。ニーニーズ。ニーニーズは。芸人でそんな。暴れてるかもしれんな。ハーリー前もありますね。ハーリー。ハーリー前はね。うん。ちょっと変える？変えよう。もう、もう時間ないけどね。そうですね。そのまま行く？どうしますか？7文字で暴れてみる？7文字でいきましょう。7文字で暴れるんですか、まだ。7文字でおとなしくなって、おとなしくなりましょう。7文字でおとなしくなる。7文字でおとなしくなってくださいにするか。はい、7文字でおとなしくしてください。はいはい、はい、すごい。じゃあ7文字でおとなしくなってください。裁判中。おー、うまいね。これでもやっぱうまいねだね。はい、はい、ちょっと前に似てますけど、はい、7文字でおとなしくしてください。仮釈放。あ、すみません、もう一緒でしたね。裁判後終わった。判決ってなる。事件ずっと起こしてんな。はいはい、はい、7文字で暴れて、あ、おとなしくなってください。伝承菊。伝承菊。伝承菊はちょっとおとなしいんじゃん、なんか。伝承菊はおとなしいですよ。うん、でしょ。だから。でしょ。はい。おとなしくでしょ。おとなしくです。はい。7文字でおとなしくなってください。2回戦負け。ああ。はしゃげないから。はしゃげない。そうね。確かに。落ち込むなこれはな。うわってなったよ、そこ。はい。はい。7文字でおとなしくなってください。え、みんなスーツ。あー、スーツはな、あの成人式。そう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 、自分だけね。あー、いいね。あー、5文字の暴れるやついっぱい来てるね。7文字。ロカビリーとか、ゴキ出たよとか。あー、いいね。めちゃくちゃいいな、ゴキ出たよ。
7文字でおとなしくしてください。もう時間やばいよ。はい、はい、はい、7文字でおとなしくしてください。本当 に, 本当にお前しかわからない。俺、うん、7文字でおとなしくして、うん、はい、はい、伊佐川郁恵吉本芸人しかわからない一番静かな社員さんとかな、シンプルに伊佐川、伊佐川さん、なんかあったのかな2人しかわからない。だから伊佐川さんみんなわかるよ。あ、7文字でおとなしくしてください。晒してもいい。ああ、一番いいですねこれが。怖いな。いや、一番怖いっすね。好きですこれ。晒してもいいわ、デージ怖いなこれはね、めっちゃ面白いじゃないですか。隠し事あるでしょみたいなことでしょ。あ、そっちです。あ、なんね、晒してもいいわ。え、ガーシーじゃないの。あ、ガーシーの方ですか。なんかね、秘密を言っていいみたいなことでしょ。あ、トレンドなんですね今それが晒してるよ。はすでになんか理由が面白いですね。そうだな。青山テルマの新しい曲さデージ怖いやし。ベイビーボーイもう晒してるよってフューチャリングガーシーフューチャリングガーシーさあ、ということでもうお時間でございますね。はい、今日は以上でございます。皆さんありがとうございました。なんか今日良かったんじゃない、うん、どんな良かったね。良かったと思います。でもやっぱりね、まだか。まだだな。まだ、うん、岩倉がもう一言もしゃべらない。おとなしくしてはなってる。1個いいですか。何の。おとなしくやのやつ。学校じゃなくて授業参観。授業参観7文字でいきましょうかね。授業参観7文字, 7文字じゃあ、それで締めるか。授業参観あるある。いや、さっきの7文字オッケー。じゃあ7文字でおとなしくしてくださいで締めます。はい、それじゃあ行きましょう。7文字でおとなしくしてください。丸刈りにしたぜさあ、ということでありがとうございました。また来週もお聞きくださいそれでは行きますよ、せーの、さよなら。